大ハズレです今日の阪急杯の私の火葬馬券大外れでした私の波動下がってました今日は4歳牝馬のレシステンシアちゃんがレコードタイムで優勝しました今日開催の2つの重賞勝利機手は去年活躍した北村雄一騎手と松山浩平騎手です去年活躍した馬と騎手は波動が高い 今年も注目しようと思いました。私の本番高松の宮記念まで残り三週です。馬さんたちに負けないように、私の潜在意識も調教して、三月二十八日の馬券初戦までに調整していきますよ。今年の G ワンの目標金額は一万円です。 最後のホープフルステークスまでハグを上げてあげて競馬ゲームに勝ちますよ。今日はこれで終わりますね。次は明日の朝7時30分に来ますね。